星名正幸。星名正幸は、江戸時代初期の大名。藍津松平家初代。信濃高遠藩主、出羽山形藩主を経て、道の区藍津藩初代藩主。江戸幕府初代将軍、徳川家康の孫にあたる。第三代将軍、徳川家光の異母帝で、家光と第四代将軍、家綱を補佐し、幕閣に重きをなした。日本史上。 屈指の名君との呼び声も高い。将軍の娯楽院でもある。慶長16年、六6 1 1年5月7日、第二代将軍、徳川秀忠の四男、諸子として生まれる。陽名は雪松。母は、聖、静、後の上皇院で、秀忠の乳オーバー局の次女で、北条氏休心、の娘、益岐殿、開花四時期。 もしくは武蔵区に田橋高武村の大工の娘、竜英婦女伝系である。秀忠は、慶長15年、1610年2月から3月、慶長17年、1612年3月から4月には、駿府へ赴いている他江戸近郊高狩りを行っており、生の妊娠はこの間のことであると考えられている。藍津松平家府では、江戸神田白銀の武村寺と下区にて出生したとある。 金世武家社会においては、性質の対面、多くの秩序維持のため侍目掛は、性質の許可が必要で、下級女中の場合にはかるべき家の養女として、出場を整える手続きが必要であったと考えられている。また、諸子の出産は同様の事情で、江戸城内で行われないことが通例であり、雪松の出産は、武田信玄の次女である検章院に預け、 そこで生まれた雪松は検証院に養育された。検証院は、武田屋後一門州で、開国川治領主、穴山信君の性質であったが、天正十年、1582年6月の本能寺の変に際して信君が応死し、さらに天正十五年、1587年に、実施で穴山市当主となった千代が死去する。徳川家康は、武田家臣、 秋山氏の娘で家康の側室となった、お妻の方、下山殿を聖母とする、伊津尾、万千代、武田新吉に、穴山武田氏の名跡を継がせると、検証院は万千代の養育に当たった。新吉は、日立国民との領主となるが、慶長八年、1六百三年に病死し、これにより、穴山武田氏は断絶する。その後、賢少院は、家康、秀忠に、 被護されて、武蔵国足立郡大牧村に五百国を配慮し、江戸城、田安門外の美国邸に居住していた。賢少院は、妹の新商人と共に、武蔵国八王子で雪松丸の養育に当たる。正幸の出生は、秀忠側近の老中、土井都勝や井上正成ほか、数名の身しか知らぬことであったという。また、会津松平家府では、 武田氏に預けられたのは、慶長18年、1613年頃としている。また、正幸が生まれた場所は正の姉婿にあたる、神田白銀町の武村助兵法であったとも言われる。元那3年、1617年、謙章院の縁で、旧武田氏家臣の信なの高藤藩主、星名正光が預かり、正光の子として養育される。ただしこの時、 正幸は、正光の養子にすでに、サゲンという男子がいることを、お友の生が茶飲み話していたのを聞いて、母に向かって声しゅう、声中、マサミには、サゲンという子がいるから行かぬとだだをこねて、母を困らせ、母の説得でようやく、高遠入りしたという。正幸は、高藤城三ノ丸に新居を建設されて、母と共に生活し、正光の家臣が盛り役となり、正光も、 在場の際には非に五六度はご機嫌伺いをしたという。正光は、自らの後継者として、正幸を指名し、養子の佐元太にも生活に不自由しないよう家造や、金子を与えること、自らの存命中に秀忠と正幸を、不死代免させたいことを訳した遺言を残している。なお、長兄の家光が正幸という弟の存在を、知ったのは、家光が身分を隠して、 目黒に五人ほどの友を連れて上住院という寺で休憩していた時、そこの僧侶から、肥後主伝は、今の将軍家の弟君である、聞かされて知ったとされ、後で上住院は家光より治療を寄進された。後に、新井白石は正幸を徴用した、家光の行為を、前世の一コマであると記している。また時計、徳川忠長と対面しており、忠長からは、 大変期に入られて、祖父、徳川家康の遺品をただ長より与えられたとしている。寛永八年、1631年、正光の後を継ぎ、高東藩三万国の藩主となり、正四にした左この越中条件、日後守る二条人、以後、藍津中条と、通称される。秀忠の死後、第三代将軍家光は、この近直で有能な伊母帝を、 ことのほか、かわいがった。寛永13年、1636年には、出羽山形藩20万国を配慮した。村山軍、白岩領主、堺忠重に対して領民が、江戸で出訴した重は海域となる。白岩領は、山形藩に預けられたが、年貢前が、庄内藩に送られていることを知った領民が正行に、出訴した、白岩一揆。 正幸は関係者を捕獲し処刑する。寛永20年、1643年、道の区合津藩23万国と大見の大名に引き立てられる。以後、正幸の子孫の合津松平家が幕末まで合津藩主を務めた。慶安4年、1651年、家光は死に臨んで鎮東に、正幸を呼び寄せ、日後よ宗家を頼み置くと言い残した。 これに感銘した正幸は、漢文8年、1668年に、藍塚君15課条を定めた。第一条に、藍塚半太5は、将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあれば家臣は従ってはならないと知るし、以降、藩主、藩主は共に、これを忠実に守った。幕末の藩主、松平片森はこの意君を守り、 砂漠派の中心的存在として最後まで薩長軍と戦った。漢文九年、1669年、着難の政計に家督を譲り、隠居した。漢文十二年、1672年12月18日、江戸三田の判定で死去した。去年63、万61歳没。生前より、吉川これたるを死に、裏武家神道を学び、漢文六年、 1666年には、神仏集合を排斥して、領内の寺社を整理しおり、新式で葬られた。霊社号は、どつれ栄人。生前に神として祀られる、聖子根流の計画があったが、実行される前に没した。墓所は、福島県山郡稲脇路町峰山にある。以後、第二代、聖景を除き、会津藩主は、新式で祀られている。 遠方三年1675年、墓所に隣接して、突神社が建立され、祭人として祀られた。正行は幕府より松平政を名乗ることを勧められたが、養育してくれた星名家への恩義を忘れず、生涯星名政を通した。第三代、正方になって、ようやく松平政と葵の門が使用され、審判に列した。 日付イコール旧歴子古古星名正幸造寺三味千尋。突礼神社文書天皇賞個性四位下行左。この絵県中小源の正将源野阿尊正幸賞義期。食戦王赤昇華保育二重武剣国家。全盛遂行その見縁まかりむかさその名今やたか。助のあまりいさを食。敬因病栄養及び、守護職小いたり中資性法史上悠々自給今。 木方森三義官字給書年老添いもも、譲る猿古典うんこんこん冬らしよう、坂へ何事故という小瀬もす席栄坂へ九条九方、富士探求を支給今更十三位くらい、増給天皇直命縁危機、直船元春元,元年三月四日、訓読文がラマと、個性四位下行坂の屋県中上元安村、正行にりたまえと抑え取りたもう、昭和、徳川将軍家の保育となりてらず、 はずのをとげ行こない、その身は、遠くりさりぬれど、その名は今にし、ごとくあますをぎげりにじて、の世に及び、守護の重にに使えれるのしきをいつくしみたまいて、今すでにかたもりに、三義のう授けたまむとに、がしにけるおて、ゆずりしき、古きにもはれる、ゆるがざる時は、もはゆとは、のことにあるべきなり、て、石じしも、栄かえを、下き必死に、堅く受けざりしをなげきたまい、 おしみたまいて、今さらに、13位の位を送りたまう顔にさえ取る。源氏元年、1864年3月4日、参考文献、東京大学資料編参書データベース、合図半歌よ、三木吉川博文館、内閣文庫増書公年表東京堂出版家光の死後、異名により老いの四大将軍、家綱の補佐役、大制参与として、 幕角の重きをなし、文字政治を推し進めた。末期王子の金を緩和し、各藩の絶景を減らした。藍津藩で、すでに実施していた千訓への巡視の禁止を、幕府の制度とした。大名承認制度の廃止を政策として打ち出した。玉川浄水を改作し、江戸市民の飲用水の安定供給に貢献した。明暦三年、1657年の明暦の、 大火後、焼け出された庶民を救済した。一方、今後の大規模火災対策として、使用未知の道幅を6件、10.9メートルから9件、16.4メートルに拡幅した。また、日よけ空き地として、上野に広小路を設置し、両国橋を新設、芝と浅草に、新堀を改作、神田川の拡張などに取り組み、江戸の防災性を向上させた。また、 焼け落ちた江戸城天守の再建に際し、天守台は、三影石により、加賀藩主の前立名乗り、正幸娘婿によって高さを六軒に縮小して、速やかに採築されたが、天守構造物については正幸は、織田信長が岐阜城に築いたのが始まりであって、城の守りには必要ではないとして天守は、実用的な意味があまりなく単に遠くを見るだけのもので、あり。 無駄な出費は避けるべきと主張した。幕府の金は前日の都市整備に頭が割れ、そのため江戸城天守は再建されず、以後、荒井白石らにより再建が計画され、図面や模型の作成も行われたこともある。江戸城天守台が天守をいただくことはなかった。この時代の幕閣、坂井忠勝、松平信綱、安部忠明などたちも、正行の権限を受けて、 幕政において400万両超の蓄財を背景にして福祉政策、災害救済対策、都市整備などに注力した。正幸の死後には、貨幣の改中などの経済政策の欠落があり、幕府は財政難へと陥っていった。第五代将軍となった綱吉により、小木原重秀の登用など、財政の再建策が講じられた。反省にも力を注いだ。 合図に入った、寛永20年の12月、止め物例によって、漆、鉛、牢、熊川、須高、女、駒、紙の8品目の販売持ち出しを手形の有無で制限し、一方では、許可なくしては伐採できない樹木として漆器を第一にあげるなど、産業の育成と振興に努めた。商法4年、1647年、諸宿液を定める。 明暦元年、1655年に、貴金寺の貧乏、休民の救済のため車窓制を創設し、一方で参考殺しを禁止した。万治三年、1660年には、里頭のそれまで行われていた百姓に対する、恣意的な扱いを禁じた。広文元年には、相場米買い上げ制をはじめ、漢文年間には、マスとはかりの統一を行った。藩主に対しては、 漢文元年、巡視を禁じた。また、朱子学を半額として奨励。高額勝負の半風を作り上げた。また、九十歳以上の老人には、身分を問わず、修正一人、淵、一日あたり、玄米五号を支給し、日本の年金制度の始まりとされる。慶子堂ももうけ藩士の指定教育に尽力、後の日進官となった。同時代の三藩主、徳川光国。 岡山藩主、池田光雅と、並び江戸初期の三名君と、称されている。正幸は熱烈な趣旨学の都であり、それに基づく政治を行った。二分制度の固定化を確立し、幕藩体制の維持強化に努めた。山崎安彩に強く影響を受け、真珠一致を唱えた。正幸は、浦部神道第55代の伝統者である。また、 朱子学の徒であったがために正幸は他の学問を弾圧した。岡山藩主、池田三つは、陽明学者である熊沢万山を招聘していたが藩政への積極的な参画を避けた。加賀藩主、前田綱則が朱子学以外の書物も収集していたことに苦言を呈していた。また、儒学者の山賀祖公は、朱子学を批判したために、阿公藩に配慮された。 長女、姫姫は、上杉家に貸した後、実母、おおまんの方による四女、マス毒殺未遂事件で誤って、毒を飲んで急死した。おまんの方は、即室の産んだますが、自分の産んだ、姫姫の突ぎ先より、大半の前だけに、嫁のが許せず、暗殺を図ったらしい。事件後、姫姫は、上杉家菩提所である、臨戦寺に葬られた。正幸は、 オ万の方を遠ざけ、後の上杉家の綱が地球史の際の末起用紙に、関して援助している。この事件のために、藍津家家君の第四条には、婦女子についても記載されている。マスは、無事に、前田家に化した。しかし十八歳でこう押しし、自身も創生した。以上の松姫、マスは、前田家へと継いだ後、初代理科の妻。 お松の方に遠慮して字を書いた、毒殺未遂及び姫姫五人死亡は、お万の方が死亡者という説が現在定説になっている。その出所は、合図藩の生死、合図藩家を見記で、本文中に、松姫の婚礼で実家へ里帰りしていた、姫姫の具合が悪くなり、婚礼の二日後に亡くなったとある。その後に、本文への小文字補填として、毒が入った。 松姫の御膳が、お月のものの起点で取り替えられたため、姫姫がその毒入り膳を食べて死んだと伝わっていると、ある。事実を述べた本文に対して、100年以上の後の、返算時にこういった噂があると言って付け加えた文が、元になっている。生死の事実ではなく、後に加えられた言い伝えなのである。実際、藍津繁華読み記では、その後、姫姫は急病死とされ、星名や、 上杉家とも一切捜査も処分もされた形跡がない。また、おまんの方はその後も、正幸の制裁として同じ屋敷に住み、上杉、前田、稲葉家と、後々まで親しく交際を続けている。正幸の死後、商工員となってからも二外藩主、政形の聖母として、絶大な影響力を保った。明治以降、旧大名家へのタブーがなくなると、 江戸研究家の三田村縁魚がこういったエピソードを取り上げて発刊し、それが次第に知られて、小説の元ネタになり広く知られるようになった。ただし、縁魚は、よし悪しいくつかある中、悪いエピソードのみ取り上げ、聖人と言われる、星名正幸がなんでおまんの方を寵愛したのか、わからない、とまんの方を、独断的に悪女と決めつけている。現在の、おまんの方悪女説は、 こういった影響をかなり受けていると思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。